はい、次に国田圭司君、はい、お願いします。日本共産党の国田圭司です。はじめに、5月13日の質問に続き、在日米軍基地のでの新型コロナウイルスの感染拡大問題について聞きます。私は13日の質疑で防衛省の渡辺政務官に対し、在日米軍の施設区域から日本に入国する米軍関係者について、米軍が行っている新型コロナに関する検疫の実態を明らかにするように求めました。しかし渡辺政務官の答弁は、自衛隊では米軍と共同で検疫訓練まで行っているにもかかわらず、防衛省としては報告を受けていない、検疫に関しては厚生労働省に聞いてほしいというものでした。そこで改めて、厚労省の行政文書を調べたところ、厚労省の検疫所では日米地位協定に基づく米軍側の検疫実施状況と題する文書を年度ごとに保存していることが分かりました。私の資料要求に対して、昨日厚労省の検疫所事業管理室から3つの文書が提出されました。これです。三沢基地を管轄する仙台検疫所と八戸出張所、岩国基地を管轄する広島検疫所の徳山下松、岩国出張所で保存する文書であります。文書を見ますと、米軍、文書を見ますとですね、検疫では米軍側の検疫実績として、2018年4月から2019年3月までの1年間、航空機と、それから船舶の別に検疫数、さらに検疫実数、人数を毎月一覧表にまとめています。厚労副大臣に聞きますけど、これらの文書はどういう名目で作成、保存されているのか明らかにされたい。厚生労働副大臣、橋本君。はい、お答えをいたします。平成8年の日米合同委員会における人の検疫に関する合意事項といたしまして、アメリカ合衆国のためにまたは合衆国の管理のもとに公の目的で運航される船舶または航空機が合衆国に提供された施設および区域を通じて日本国に入国する場合は、合衆国軍隊の実施する検疫手続きの適用を受けると定められております。でまた当該検疫合意では、合衆国軍隊の検疫官は検疫手続きを実施し、仮検疫済証を交付したときは所轄の日本国の検疫所長に通報すると定められております。でご指摘の文書は日米の合意、今申し上げたものに基づきまして、合衆国軍隊の検疫官より検疫所長に通報された仮検疫済証に係る実績を記録するため、月ごとに作成し、行政文書として検疫所で保存しているものと認識をしております。はい、国田圭司君。つまりこれらの今 お示しした文書ですけど、これらの文書は在日米軍の施設区域から日本に入国する米軍関係者に対し、米軍が行った検疫実績について、基地を管轄する検疫所が米側から受けた米軍から受けた通報を月ごとにまとめた文書ということになりますね。で、厚労省は在日米軍関係者の新型コロナの感染実態についてどう言ってるかと。で、個別事業の事案の詳細は日米間で調整の上公表されることになっており、答弁は差し控えると、こう一貫して繰り返しているわけですよね。しかし厚労省の検疫所では、この文書にあるように毎月の米軍側の検疫実績を年度ごとに保存している。このことからも、基地を管轄する検疫所では新型コロナに関しても米軍が実施した検疫実績についても把握しているということで理解していいですね。橋本厚生労働副大臣。今ご質問いただいているその資料ですね、お示しをしたものについて申し上げれば、それはその検疫を先ほど申し上げましたとおり、合衆国軍隊の検疫官が検疫手続きを実施し、その仮検疫済証を交付したときは、その私どもの検疫所長に通報するということになっているということに基づいて記録をしたものでございますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
国田圭一君。前の質問と同じ答えをしてたじゃ困るんですよ。私は聞いてるのは、新型コロナに関しても米軍が実施した検疫実施についても把握してんねやなと聞いてるんですよ。終わってる場合じゃないでしょ。橋本厚生労働副大臣。はい、検疫というのは別に新型コロナかどうかにかかわらず、そのさまざまな感染症等々のがその我が国の中に上陸をするということを防ぐために行われているものでございまして、そうした一般的にですね、検疫手続きというのは行われているものでございますから、その実績につきまして、私どもの方で、通報をいただいたものを記録している、その結果がしお示しあの示すあのを示しているのがその資料であるということでございます。北田圭一君。米軍が行った検疫実績を毎年年度ごとに保存している以上ね、新型コロナに関しても米軍がどの程度検疫を行っているのかを把握していることは明白なんですよ。皆さん今ね、その外務省もそれから検疫の問題全般についてもですよ、そんなもんね、感染症一般について同じだなんて、そんな話し今時通用すると思ったら大間違いでね、もしそんなことを厚生労働副大臣が言うとしたらね、そうすると新型コロナと感染というのはね、大した違いないのかとなるじゃないですか。それほど注目している今、世界が注目しててですね、毎週外務省だって数字出していただいてでしょ、これどうなってんだって話してるときにね、それ別に笑ってるか笑ってないかについてとやかく言わんけども、そのやっぱりね、感染症としていろんなこと出るうちの一部だからそれはあるでしょうみたいな話はそれは飽きまへんだよ。それはだからやっぱり、じゃあそうするとね、先ほど述べたように、答弁公表されることになっておって、調整の上公表されることになって差し支えるという答弁をしているわけですね。だから米軍の運用を理由に国会や国民に知らせないということは問題だと。しかもこれ出されている文書はね、全部黒塗りなんですね。でね、問題はそれだけじゃないんです。各検疫所が定める標準文書保存記録保存期間基準、これ見ますとですね、この日米協定に基づく米軍側の検疫実績を記した文書の保存期間が3年だったり5年だったり、結局検疫所によってバラバラに設定されているんですね。それをご存知かと思うんですけども、さらに重大なのは、横田基地を管轄する東京検疫所、嘉手納基地を管轄する那覇検疫所では、この米軍の検疫実績を保存対象にすらしていない。なぜこのような文書扱いをしているのか、お示しいただきたい。答弁できる。ちょっと止めていただかないと。橋本厚生労働副大臣。お待たせをして失礼いたしました。この資料についてでございますけれども、なぜ作っているかというのは先ほど申し上げた通りでございますが、この保存につきましてはそれぞれの検疫所において、取り扱われているものでございまして、今一個一個のその検疫所がなぜそのような扱いをしているかということにつきまして、ちょっと私も今つまびらかに承知をしておりませんけれども、そのような扱いの中で、それぞれの検疫所で判断されているということだと承知をしております。北田圭一君。それはあげめんで、そういう答弁してたんじゃ話になりません。つまり私言ってるのは、それぞれの検疫所でね判断してる、そんなことはないんですよ。だって米軍の関係をねどうするかって一元的にやってる役所がですよ、それぞれの検疫所で判断してる、そんなことありますかいな。問題はね、その肝心なところは横田を管轄する東京検疫所、嘉手納基地を管轄する那覇検疫所、これは米軍側の実績を保存すら対象にすらしていないということが問題なんですよ。私はね、この間の5月13日の質疑でも指摘しましたけれど、横田や嘉手納の両の基地にはね、米軍が米本土からのチャーター機などで連日のように飛来していると、そして入国しているにもかかわらず、東京検疫所や那覇検疫所では米軍による検疫の実施状況を行政文書の保存対象にすらせず存在を隠していると。さっき言ったようにそれぞれが決めてるっていうのだったらあるんでしょう。でこれがですね、日本政府のやることかと。
私言ってるのはね、米国の権益実態をこのなんとなく話をこうそれぞれのやってこうやってるからなんちゅう話でこううやむやするような話じゃないっちゅうんですよね。そういうやば日本の国民の生命と安全に関わるそういう問題に関して言えば物言うっていうことが私は必要だということを言っているわけです。まあ、そういう点だけ指摘しておきたいと思います。まあ、そちらの極めて不十分な実態というのは、まあ、本当にあからさまになったということなので、それをお互いに共有できたと思うんで、今日はこれでもお忙しいでしょうから結構でございます。はい、お引き取りください。ではどうぞ橋本厚生労働副大臣。でそこでですね、今度は茂木大臣に聞きます。次に私新型コロナウイルスの感染拡大による国産牛肉への影響問題について、まあ、聞きます。今年の1月1日に日米貿易協定が発効しました。そこで私は協定の発効により米国産牛肉がどのくらい輸入しているのか調べてみました。財務省の貿易統計を見ると米国産牛肉の輸入量は1月は21,428トンとなっており、昨年比で 122% もの輸入増となっています。また3月末までの3ヶ月間の米国産牛肉の輸入量は累計で見ますと5万6千トンを超えています。日米貿易協定で定めた緊急輸入制限措置、いわゆるセーフガードの発動基準は年間24万2千トンですから、3ヶ月分にすれば6万500トンとなって、この1月から3月の月間の累計輸入量は、セーフガード発動基準のぎりぎりのところまで目いっぱいに輸入しています。これに加えて、新型コロナの感染拡大で、和牛の枝肉価格が全国的に低迷し、国内の肥育農家などに重大な影響が出ています。3月14日付の地方紙の報道によると、青森県畜産農協連合会の会長が今回の価格の大幅下落について繁殖農家のダメージは相当大きいと述べ、安値の要因が重なり大打撃、和牛を含めて肉がだぶついた状況だと指摘した声を紹介しています。茂木大臣はこうした深刻な実態が全国各地に広がっていることについてどう思われるか、どう受け止めているか、見解をお示しいただきたいと思います。茂木外務大臣。全体の経済、さらには農業に対して、まあ、どういう影響が出ているということでありますけれど、新型コロナに伴いますさまざまな移動制限であったりとか、そういう措置が取られる、また入国制限等によりましてですね、99.9% の観光客が減少すると、こういった中においては需要というものはある意味ですね、蒸発すると、こういう段階にあるわけでありまして、それがいいことで言っているわけではありません。それによってですね、当然それは牛肉だけではなくて、さまざまな農産品、そして工業製品についてもですね、供給過剰が起こる、もしくはサプライチェーンが寸断されることによってその供給すらも起こられない、極めて深刻な状態にあると思っております。特にそういったですね、影響というものは中小零細企業であったりとか農家の皆さんに及んでくる、それに対する手厚いですね、措置を取ることによって事業を継続する、これがまず極めて重要なことであると思っておりますし、さらには今後コロナの収束を睨んだですね、経済の V 字回復に向けてさまざまな新しい設備の導入であったりとかですね、生産性を向上していく、こういった取り組みに対する支援策をですね、それぞれの予算等でですね、しっかり進めていくことが極めて重要だと思っております。国武英一君。手厚い措置、継続への支援、そういうことをお話しいただきました。4月1日の新たな年度に入って、日米貿易協定だけでなくて TPP や日欧 EPA も、牛肉の関税率が 26.6% から 25.8% とさらに引き下げています。先ほども言いました財務省の 3月の貿易統計によると、牛肉の輸入量は前年比で 21% 増、2ヶ月連続で前年を上回っています。まさに
米国産牛肉だけでなく輸入牛肉に歯止めがかからない状態となっている現状を、ね、それはそれとして直視する必要があると思います。まあ、こうした下で新型コロナの感染拡大は肥育農家などに追い打ちをかけています。宮城県の肥育農家は全く先が見えない、たとえ赤字でも売らざるを得なくなる、牛を売れば売っただけ赤字が累積していると、まあ、厳しい経営に悲鳴を上げています。私が住んでいる関西の方でも食肉業者は売上は前年の半分以下になっているというふうに明かしています。今求められているのはこうした実情に政府がいかに素早く対応するのか問われています。肥育農家への支援として販売価格が生産費を下回った場合に国と生産者による積立金から差額の9割を補填する牛丸金があります。で、農水省は生産者の負担金を免除し国負担の4分の3を支払うこととしていますけれども、肥育農家の切実な思いを受け止めるのであれば実質免除とする生産者負担の分のを差し引かずに国が責任を持って牛丸金の9割を全額補填すべきじゃないのかと思っているんですが、農水副大臣の見解をお聞きします。農林水産副大臣、伊藤義孝君。先生、今お話のとおり、牛丸金は肥育牛1頭あたりの、まあ、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、まあ、その差額の9割を補填する制度であります。お話のとおり、国が産に対して生産者1の割合でこれを負担することになっております。まあ、このため、生産者負担金を支払わない場合、制度上本来は丸金の支払いは行われないところでありますが、まあ、今回肥育牛農家の資金繰り対策といたしまして生産者負担金の納付猶予を講ずるとともに講ずることといたしまして生産者負担金を払わなくてもこの丸金発動時には国費分すなわち交付金の4分の3を交付するとしたところであります。さらに4月7日に公表されました緊急経済対策におきまして肥育牛農家が体質強化に資する取り組みを行った場合に出荷頭数1頭につき2万円の交付金を交付するとともに3月10日の緊急対応策第2弾で措置されました農林漁業セーフティーネット資金の貸付当初5年間実質無利子無担保この融資枠を大幅に増額をすることとしているところであります。これらの対策によりまして肥育牛農家の皆様の不安を払拭し意欲を持って、まあ、経営を継続していただけるよう、まあ、しっかり支援をしていきたいと思います。北田圭司君。その内容はもうすでに明らかにされているわけですが、私どもの田村貴昭議員が12日に質問したときに江藤農水大臣はさっき言った4分の4をね払うべきだというの指摘は胸に留めさせていただきたいと答弁してるんですよね。たとえね今言った措置がさまざま取られたとしても生産費の基準価格が低すぎて実際の補填には不十分だの声が上がってるのが現実なんですね。だからそこはねやっぱりよく踏まえてやらなくちゃならんと思います。でもう一つ子牛の問題も深刻です。報道にはありますけど奄美大島の大島地区の5月子牛の競り市で平均価格が51万円台まで下落したとあります。これは前回の3月競りと比べて11万5600円安、前年の同月比では20万5000円安と大幅に下落しています。すでに各地でこのような事態が生まれています。岩手県江差地域は水沢江差炭鉱ですね、その地域では子牛生産者からとても利益が出ない状況であって2、3ヶ月もこの状態が続けば先行きの見通しが立たないという声が上がっています。子牛生産の安定化を図るために2強子牛の価格が低落し保証基準価格を下回った場合生産者に対して生産者補給金を交付する肉を行使生産者補給制度があります。現在の保証基準価格は黒毛の和紙で54万1000円だけれどもこれとカツカツになっている現状があります。もともと農水省は子牛1頭あたりの生産費
は65万969円としています。先ほど今述べた江差市炭鉱地方ではですね、生産者からはです、ね、保証基準価格を生産日まで引き上げてほしいとの要望が上がっています。こうした要望に応えるべき時期ではありませんか。伊藤農林水産副大臣。5月の全国の主要市場50市場におけます黒毛和紙の子牛の価格は、昨日までの平均で60万8000円でありまして、前年同月と比べまして 23.2% の大幅な低下となっているところであります。今先生ご指摘のように肉用子牛の再生産を確保するため、この繁殖農家に対しましては子牛価格が保証基準価格黒毛和種で54万1000円でありますが、これを下回った場合その差額の10割全額を国が補填する肉用子牛生産者補給金制度を措置しているところであります。こうした中にありまして、繁殖農家の生産意欲を維持し生産基盤の弱体化を防ぐためにどのような対策が考えられるか、先生ご指摘のとおり農水省としても真剣に検討をしてまいりたいと、このように考えています。国田圭一君。真剣に検討をしていただいて、胸に留めるとか真剣に検討するとかじゃなくて実行が今求められていると。いや球場はね、そのすぐね平均したら60万だって言うんだけども、50万割ってるとかあるわけですよね。50万になってるところいっぱいあるわけですよ。でそこで資料に皆さんのところにお渡ししましたけど、国会決議の尊重という点からも私は当然だと思うんですね。この決議ではですね、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は中小家族経営を含む酪農家の意欲喚起を考慮して決定するよう要望しています。保証基準価格を生産日までに引き上げることや牛丸金の9割をですね、国が全額保証するなど大打撃を受けている生産者が今副大臣がお話しあったようにまさに意欲が持ってできるように政府の責任で私は支援をさらに強めるべきだということを指摘しておきたいと思います。副大臣もお忙しいでしょうからこれで結構でございます。で次に議題となっている国際獣疫事務局に関し質問します。国際獣疫事務局が1997年に発行した米国の食中毒における魚介類の役割と題する文書があります。これ見ますと自然毒を有する魚介類の一つとしてフグの毒性が紹介されており、フグの毒性による中毒の発生件数は日本が最多一番多いと指摘していて、ます。で致死率も 50% と記され、患者は年間200人に及ぶ。今はそんなふうにはないですけれども、日本では直近の5年間でもフグの食中毒は依然として後が絶たず平均21件あります。フグの毒はテトロドトキシンはですね、生産カレーの約1000倍の毒力があって、毒力が強い場合は肝臓10グラム以下で死に至ることがあると報告されています。もともとフグは種類によって毒のある箇所、すなわち食用可能な部位がまちまちで取り扱いが困難です。その上、厄介なことにここ数年今までにない品種というべき交雑種フグが数多く出現していると聞きます。交雑種フグの出現状況はどうなっているのか、その原因は地域別の特徴などこの数年内の変化の問題について簡潔にお示しいただきたいと農水省にお願いします。水産庁黒萩増殖推進部長。お答えいたします。近年各地においてさまざまなフグ類各種の交雑の発見が報告されております。地域別には東日本の太平洋沿岸域における小西フグとゴマフグ、瀬戸内海におけるナシフグとコモンフグ、日本海におけるトラフグとマフグ、九州沿岸域における白サバフグとドクサバフグ、こういったフグ類各種の交雑事例が報告されているところでございます。交雑の原因についてでございますが、近年の海水温の上昇や海流の変化により
フグ類各種の分布域に変化が生じ、交雑が起こりやすい状況になっているといったことが指摘されております。農水省としましては引き続きフグ類の交雑の実態把握に努めてまいりたい、このように思っております。国田圭司君、交雑種のフグの出現というのは、ね、新しい問題なんですね。でさらに東京湾などでは毒性がわからない筋模様フグというのも確認されているんですね。まあ、この交雑種フグについては毒がどのように形成されるのか、どの部位に毒があるのか、そのメカニズムが、まあ、未解明と言われています。でそこでですね、この料理の方にちょっと話行くんですけども、そのフグ料理といえばですね、その旬というのは大体冬から3月4月までだけれども、現在のコロナ禍の中でですね、書き入れ時のこの時期に経営的に大きな打撃となっています。フグ関係業者の経営支援と、フグを安心して食べられるよう環境整備を行うこと、また食の安全確保というステータスの上にフグ食を国際的に普及することも重要な課題となっていると思っています。私は2010年に厚労省に対してフグ処理免許の国家試験化を要望するなど、この問題を取り上げてまいりました。世にですね、フグは食いたし命は惜しいしと言われてるんですけど、厚労省は昭和58年厚労省環境衛生局長通知、フグの衛生管理についてを出してですね、16種のフグ科、先ほどいろいろありましたけど、ハリセンボン科4種、ハコフグ科1種など、ナシフグについてのみ食用可能と認めています。確かに死亡件数の減少はしたけれども、これは医療の発展のおかげなんですね。京都府フグ組合が行ったアンケート、京都料理展示大会に参加した、まあ、食に興味を持つ方のアンケートなんですけど、そういう意味で言うと1665人のアンケート調査なんですが、これによるとフグの肝臓について食べるのは危険と答えた方が 46%、 多数の人が場合によっては食べても良いと思っておられると。素人が釣ったフグも含めて、まずフグの肝臓には毒があるから食べてはいけないと、フグを釣って食べてはいけないという認識を国民の中に浸透していないということを示しているんじゃないかと。水産庁はこの問題の周知徹底をどのように図っているか、一言お願いします。水産庁増殖推進部長倉橋慎吾君。お答えいたします。一般の方が、自分の釣ったフグであるとか、譲り受けたフグを自ら調理することにより、フグによる食中毒事例が発生しているということは承知しております。こういった状況を踏まえまして、農水省といたしましては、ホームページにおいてフグによる食中毒に注意するよう釣り人に呼びかけ、さらには食中毒事例が発生した場合におきましては、釣り関係団体へ随時情報提供を行っております。さらには釣り人向けのイベント等の機会を捉えて注意喚起を行う、こういった取り組みを実施してきたところです。引き続き厚生労働省などの関係省庁とも連携し、食中毒を防ぐための注意喚起を実施してまいりたいと考えております。国田圭司君。やっぱり中毒起きてるわけだから、もうちょっとこう頑張ってくれるな、ね、ホームページやってますって、いつも何か言うとすぐホームページでやってますってね、それでいいのやったら苦労せんわけでね、人の命関わってんだから、こうどこを改善したらいいかとかね、もうちょっとこう考えてほしいなと率直に思います。で安全に食べようと思うとね、2つのことを確実に行う必要があります。1つはフグを処理するものが食用可能な22種類のフグを確実に見分けることができる、危険な交雑種フグは見分けて排除できるかどうか、もう一つは食用可能なフグについてもフグの種類によって個々に違う毒の部位を確実に識別し除去する処理能力が求められます。ところがフグ処理者の免除はですね、都道府県が取扱資格を設定し、都道府県ごとに許可を与え、許認可を与えている。都道府県ごとに現実としてはバラバラに認可を与えている。もうこれは事実ですね。厚生労働省生活衛生食品安全審議官、浅沼和成君。
お答えいたします。副処理者の認定制度につきましては、先ほど議員ご指摘のとおり、昭和58年に厚生労働省が示したガイドラインを踏まえ、都道府県等によって条例で定められたものと認識しております。この副処理者に起因する食中毒自体は近年少なくなっておりますけれども、この副処理者の認定要件が都道府県等により異なるということが、都道府県間等での副処理者の受け入れの障壁になっていたというふうに承知しております。この状況を踏まえまして、厚生労働省では平成30年の食品衛生法改正を受けまして、副処理者を食品衛生法施行規則に位置づけるとともに、副処理者の認定に必要な知識および技術等の全国的な平準化を図る検討会を開催し、昨年10月に副処理者の認定基準を策定し、都道府県に通知いたしたところでございます。厚生労働省といたしましては、この新たな認定基準に適合するよう、都道府県等に対しまして、既存の副処理に関する条例等の改正を要請しているところでございまして、副処理の認定基準の全国の平準化を図ってまいりたいと考えております。国田圭司君。平準化に向けて努力していることはいいことだと思います。でさらに5月1日にガイドラインを出されているということも私は承知しております。で問題はですね、この条例等の見直しを確実に実行させ、安全対策を万全に履行しようと思えば、本当に厚生労働省がほんまに力を注がなければならないと。フグを扱うというのは当然漁師、漁協、そして市場、調理する人に至るすべての工程で安全性を確保完結させるためには相当な覚悟がいると私は思っているんですね。京都フグ組合の方々に話を聞きますと、かつて京都では試験による基準の統一化とその徹底のために、フグ組合の役員が京都府北部の組派や大座などの漁協にも出向き、年24時間の講習や実技を教えたと言われています。相手は魚の専門家としての自負もあり、なんで今さらあんたたちの話は聞かんなのやというやり取りもあったそうですが、ことは人の命に関わるとの思いで、きちんとフグを修理できる知識と技能を講習し、地域ごとに中心となる人物を育てたと聞きます。また厚労省の、私は先ほどお話しだった検討会の議事録を読みましたけれども、市場で処理た市場で処理された磨き、フグの磨きですね、は流通するものだから、フグの調理人にそこまでのことを求めるのはいかがのものかとの意見も出ています。しかし市場で処理された磨きの中に毒を持つマフグの皮の部分が入っていたとか、食べられる白子、精巣の部分ですね、と食べられないマコ、卵巣の部分ですね、これ混じっていたりすることがあったという料理人のお話を私は聞きました。仮にですね、危険部位が混じっていても、最終的にはフグを提供する処理調理人がしっかりとしておれば客には提供されないと。だから文字通り基準を統一して徹底することが必要だと。こうしたところまで、つまりすべての工程に至るまで本当に徹底する覚悟と責任体制を取って取り組もうとしているのか、その決意をお聞きしたいと思います。厚生労働大臣政務官、小島敏文君。お答えをいたします。先ほど話がありましたように、5月の1日ですね、つけてガイドラインをとして通知をしておりますけれども、それを受けまして、それを続きまして、フグの安全性の確保にあたりましては、水揚げや魚介類市場において漁業者に市場関係者が有害とななら有害なフグ及び、種類が不明なフグを確実に排除するとともに、飲食店等のフグ処理施設においては、フグの鑑定及び有毒部位の確定、除去が必要と考えております。このため水産庁に漁業者の指導について要請し、また市場関係者に対しましては、フグの鑑定にかかる専門的な知識を有する者の市場への配置を求めております。さらにフグ処理は、フグの種類の識別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を
有するフグ処理者自らが行うこと、またその立ち会いのもとに行わせることに限定をいたしております。このように厚生労働省といたしましては、フグの安全性確保のため漁獲、流通、処理の各段階において対策を講じまして、引き続き水産庁とも連携しつつ対応してまいりたいと考えております。国武一君。その通りなんですけどね、現実に進行している内容はなかなかこう大変だということをよく見ていただかないと、そのこうなってます、通知しました、ガイドライン出しました、水産庁も協力しましたちな話でね、行くにやったら苦労はせんへんわけですよ。これ人の命に関わっていることやから、私の割としつこく言ってるわけですよね。と言いますのはね、近年先ほど述べたようにフグの漁獲量が増えている北海道や青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の各県ではですね、フグのブランド化に取り組み、でいる自治体もあると聞くけれども、現時点ではその処理者の免許は講習会だけで取得できるんですね。しかし例えば私の住んでいる京都では大変厳しい内容で、知識を問う学科試験、実際に能力処理があるかどうかを見極める実技試験の両方を課しています。受験者の3分の2は料理学校の卒業生だけれども、24時間の座学、最低5回はフグをさばいた経験を経て、当日の試験では毒を持つ9つの内臓、これは皆さんに提供してますけど、これをきちんと取り除き、この9つのところをきちんとはめなあかんよね、これね。で、やっていると。で、これは万が一ですね、その毒のある内臓が取り残されることがないようにするためであります。厚労省は2021年をめどに全都道府県が統一基準で認定試験を行うようにするとのことですけれども、本当にこれ、京都などと同様に全国統一基準となるような担保があるのかと。で、通知やガイドラインを見ましてもですね、そういう試験を行うとかこう言ってるんだけども、実際は立ち会いする人間がそれほどいるのかという問題があるんですよね。立ち会いのもとに試験やると書いてるんですよ。だからそういうことについて確保できるのかという問題点も含めて、そう簡単じゃないよと、相当腹固めてやらなふうに負けるでと、いうことは思うんですが、いかがですか。厚生労働大臣政務官小島敏文君、お願いします。お答えをいたします。全く先生のおっしゃる通り、よく理解できます。新しいフグ処理者の認定制度では、フグの種類の識別に関する知識や有毒部位を除去する技術等に関する試験を行うことといたしております。現行のフグ処理者の認定制度では、講習会の受講により認定している都道府県等においては、実技試験の試験監督者の要請をはじめ、試験実施の体制整備が課題であると認識をいたしているところでございます。これからは都道府県において新しい認定制度の施行に向けて準備いただくものと考えておりますが、厚生労働省といたしましては、令和3年度を目途に都道府県等の試験実施体制について把握することといたしております。参考となるような好事例につきましても、しっかりと紹介をしてまいりたいと、このように考えております。国武一君。通知し、ガイドラインを出し、そして情報も提供してもらうと買うとだから、そういう段取りになっていることは掴んでいますけれども、私は当面ですね、各都道府県でやってみて、やはり問題点が克服されない場合はですね、将来全国統一試験、つまり国家試験化も視野に入れる必要があるんじゃないかと私は考えています。で、最後一言だけ言っておきますと、この新しい環境変化の下で常にですね、最新の知識を持つことがフグ処理者に求められていると私は考えます。だから免許をですね、運転免許のように5年更新にするなど、制度上の改善が必要ではないかと考えます。問題提起だけにしておきたいと思います。フグを食べるということはですね、先人たちが毒と格闘し、長年の経験を積み重ねて作り上げた日本の食文化の最高傑作の一つであります。フグの取扱制度と免許を全国統一基準で確立し、最高峰の食の安全確保の体制を確立してこそ、
フグ食を世界にアピールし普及することができると思います。食材や食品が全国的に流通する時代、またグローバルな時代状況の中で地域によってフグの食中毒のリスク格差が存在することなどあってはならないと思います。国の責任において確かな安全証明を行ってこそ、先ほど外務大臣おっしゃってましたポストコロナの後の V 字、まあ、私は V 字というのはいかがとは思いますけれども、フグ関連業界の一層発展につながると、したがってフグ処理免許の全国統一、国家試験の制度化も視野に入れた取り組みの強化を求めて質問を終わります。